おはようございます。おはようございます。今日は、はい。何回目かご存知ですか？6回目。おお、すごい。前、見てる。やっぱり、こう、取れて、いなくなるのに今気に入ってるから、私。この工夫ギャグ気に入ってるから。いや、確かに。最近、あれですよ、何でしたっけ？ローリング。ローリングエルボー。スモールパッケージ。あ、スモールパッケージのこと。あれ、なんか最近、モザ48でしたっけ？ 46 でしたっけ？私48の工夫で。そうですよね。だいぶ、手の内見せてきましたね。まだ11個ぐらい。まあね、元の筋肉すぐるの方も48って言っときながら、多分まだね、10個ぐらいしか出せない。あ、それにインスパイアされてるんですね。まあ、そう、あいつ48って言っときながら、ほとんど出てないから。なるほどっすね。まあ、そういうのもありまして、今日はね、アサベンジャーズなんですけど、はい。とね、このバックもね、最近の、ロケットのやつ、ね。ちょっと筋肉マンのね、この、クロスボンバーみたいな、ええ、私とオオカミが F をなぎ倒しているこのね、うん、リーサルウェポン道場バージョンですよ。バージョンです。道場するなら金をくれというね、ええ、これ知ってます？これ知ってます？これ道場くれなら道場くれならじゃねえ、道場するなら金をくれ、知らないですか？知ってますよ。何ですか？いや、だから、なんか、かわいそうと思うんだったら、金をくれってやつですよ、ね。知らねえじゃねえかよ。家なき子ですよ、これ。あ、家なき子。あ、そういうことです。足立由美ですよ。足立由美、最近なんか事務所移籍したらしいです。まあ、なんかね、ちょっと足立由美ネタは私、あんまよくわかってないんですけど。で、まあ、どうですか、前回のね、ちょっと続き。前回、言ってみてもらって。この、これですよね、右締めワーク。右締めをちょっとね、うん、実践的にちょっと探ってもらおうかなという。なんか4つのマトリックスあるじゃないですか。自分知ってる、うん、相手も知ってる、うん、自分知ってる、あ、自分知らない、相手知ってる、自分知らない、相手知ってる、うん、そうですね、自分も相手も知らない、自分も相手も知ってる、自分知ってる相手も知らない、自分知らない相手知ってる、そうですよね。まあ3つか。いや、4つです。4つですよね。そう。それで、ちょっと上げたんですよ。まず、ここで1つ気づいたのは、うん、相当僕は人の話聞いてない。うん。それを何で気づけたのか。何人が言ってることを思い出せない。ああ、思い出せないっていうこと、ね、うん。多分言われてるんですよ。うん、あとは、争い事を避けてる傾向は僕は昔から強いんですよね。てか喧嘩したことないので、うん、なので、なんていうんですか、そんなに説明しなくてもなんかふわっとした雰囲気でいけちゃう感じなんですよね、いつも。だからこれがよろしくない場もあるわけじゃないですか。まあ、それが手番いい締めだった場合もその世界しかない。うん、そう。うん、と昨日ちょっと面白いことが起こったんですよ。うん、娘がですね、うん、謎の網だくじを出してきたんですよ。謎の網だくじ興味ある、私。いや、ただ棒線引いて、うん、なんか、これ答えてって言われたんですよね。うん、えっと思って、なんかそういうちょっとこう、わけのわかんないことをやってくるじゃないですか、子供って。うん、答えてって言っても、何をみたいな。うん、いやいや、なんか、この、マスが、要はこう、線を引いて、横線と縦線引いただけなんですけど、うん、縦に5つ、こう、四角が出来上がってるわけですよね。うん、で、じゃあ、どう答え出してって言った時、と思って僕は出せなかったんですよね。うん、でそしたら、娘が、こんなのは、例えば、あいうえおとか、何でもいいんだよみたいな、うん、あ、こういう僕その考え方に凝り固まってるから、すぐ答えをこう探そうとして
自分で問題を作ってこう何ていうんですか、問題を作らない限り結局問題も探せないじゃないですか。うん、あこいつはすげえなと思って、うん、なんかそこに昨日気づいて、あこういう風に頭が凝り固まってるからすぐにこうフリーズしたりとか、うん、なんていうんですか、その新しいことを、なんていうか自分が知らないことを、うんうん、知らない分野というか一人でやっていく中でこう自分勝手な自分本位になって結果をすぐ求める方に走っちゃうんだなっていうのはなんか昨日のこう出来事でちょっと気づきました。なるほど、うん、あでもね、そういう些細な出来事でも気づかない人いっぱいいるんでね、うん、まあ、気づくフィルターはついたかもしれませんね。そうですね、そのフィルター、やっぱここアンサメンとかでこうやってやってることに対してアンテナがやっぱり立ってきてる感はあるんですけど。でね、今日はなぜこのリーサルウェポンバージョンかというとですね、はい、ちょっとここから厳しい感じでいこうかな、ああラリアットでいこうかな、ええ、まあ、なんでここ今羊ちゃんエルボーじゃなかったのっていうのは言わないでほしいことなんですけど、まあ、例えば今話を聞かないなというのがあったわけです、うん、それは何を握りしめてるから話を聞かないんでしょうか。そうなんですよ、そこなんですよ、これです、ええ、ここまで行って掘ってかない限りですね、うん、握りしめたままなんですよ、うんうんうん、で握りしめたままってことはリーサルウェポンを手に入れられないので、うん、リーサルウェポンを手に入れるためには今の握りしめを手放してリーサルウェポンをゲットして、朝ちゃんなんですね、朝ちゃん。ということで、じゃあちょっとそれを予測してみてください。何を握りしめてるんでしょう。何を握りしめてるためにその握りしめを話したくないがために話を聞いてないという仮説を立てたとしたら、うん、何を手放したくないんでしょうかと。何だろうな、ちょっとあの放送事故起こりますか、ね、いや、考え、すいませんか。そうね、さっきのあのお子さんに言われたのと同じんです。もうパン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 って出していけるんですよ、今のところ。ええ。これじゃねえか、あれじゃねえかって。時間？やっぱ時間なのかな？時間？なんか時間を気にするとか、僕結構あるんで、最近はそれをもう外してるんですけど。時間。あと何でですかね、なんでそんなに考えちゃってるのかなっていう、なんか自分の方にこうフィルターをかけていっちゃうからっていうのもあるかなっていう、うん、あの興味興味っていう、まあそうですね。これね、多分ね、色なんだと思うんですよ。色？自分が白で相手が黒だとするとするんじゃないですか。はい。それを混ぜちゃうと灰色になっちゃうわけですよ。うん。でも白でいたいわけですよ。そうすると、また白を握りしめた場合、黒を拒絶しますよね。陰陽の関係みたいな。拒絶しないと灰色になっちゃうじゃないですか。うん。もしくは種に交わればじゃないですけど、真っ黒になっちゃうかもしれませんね。うん。うん、もう染まりたくない。これだと私は思います、ね。染まりたくないってことです。だから、人の意見をよか、あの、なんだろう、よくも悪くも聞けばですね、対話ってそういうことですから。あの、ラーメン食いたいって私が言って、N沢がカレー食いたいって言って混ぜて、カレーラーメンみたいな話、よくありますけど。これを嫌がる場合は話聞かないです。うん。聞かずにカレー食います。確かに。で、あまりにもなんか言ってる側の方の力が強いとですね、カレー食いたかったのにカレー諦めてラーメン食わされる場合もあります、ね。うん。で、まあ真ん中行くとカレーラーメンになるわけですけど、でこれこのカレーかラーメンかにするとまたちょっと分かりづらくなるのもあるんですけど。これって新しい事業とかイノベーションみたいなのを起こすときに、これやらないと起こらないわけです。アウフヘーベンが起こらないので。ってことは、良くも悪くもですよ。だから、良くもだけでは言ってませんから、ね、うん。良くも悪くも、それをやっちゃうとアウフヘーベンが起こらないから、
変わりたくないということを握りしめてるのかなと。なるほど。結果的に、あ、時間が。時間が来たのでね、ここでちょっと延長戦をね、ええ、私があれですけど。なるほど。だから、その、変化を恐れてもないのに話聞かないんですよってことになるとするんじゃないですか。うん。確かに江戸さんすげえ変わったなと。だけど全然話未だに聞かねえなみたいな。だったらそれ間違いじゃないですか。うん、あ、変化っていう変化を恐れてるのその今のままでどうしても痛いという握りしめではなかったとか、うん、でもそれを分かるだけでもねもうほぼ前進するんですけどねそのなんか謎謎みたいな、うんうん、まあ私もねこれはある程度ちょっとねクック教授と呼ばれてる時代もありましたから、ええうん、そんなに当たりは外さないという自信もありますけどねもちろん私話いっぱい聞く人っていうのは、まあそんなに変化を恐れない人ですよねっていう、うん、ことも言えると思うんですよ、私は。言い分からするとね。なんかおかしなことが起こるんですよ。うん。人からはなんかこう、話を聞いてくれるってよく言われるんですけど、うんうん、なんか濃度はどうなのかなとか、それはね、多分ただ聞いてほしいだけの人は、あ、まあそうですよね。メンバーみたいのがすごい聞いてくれるように感じると思います。うん、で多分その主張ないんですよ、うん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 。私の旦那の悪口を聞いてくださいみたいな。へなんかこの前こういう友達がいてみたいな。うん、多分、ね、そういうのをね聞いてる感出すというか、うんうん、聞いてるというか分かんないですけど、やるのは N 座は多分、ね、得意技だと思います。なぜならば。その話を聞かないがために聞いてるようなですね振りみたいなスキルがレベル99ですよってなるとなんかそういう中身のない話だと聞いてる感出してくれるんで、うん、この人すごいいいわみたいな分かってんじゃんお前みたいな分かってんじゃんみたいなまた N 座に話来ようみたいななるんですよでもなんかこう考えてイノベーションを起こしてもっと変わっていかなくちゃいけないんだみたいな私は言いに来るとするんじゃないですか。ちょっとその N 沢モードが出ちゃうんでなんか聞いてるようで聞いてない。あ、ということは、うん、その主張を聞けばいいんですね。でそのまずその N 沢この前の違う話もあるんですけどそのくくる癖みたいなのもあるんですよ。あ、まあ確かに。だからその奥様のお話とクフ様のお話が同じになっちゃった。まず、はいはい。その主婦の愚痴とこのイノベーションの意見がもう話になっちゃってるから、もう聞かないモードがスイッチ入って、そのもう全部聞かない。で、だからそこをまず分けるべきだなという。だこれは聞くべきお話なのか聞かないべきお話なのか。それさっきの動画めちゃめちゃ聞きますわじゃあ。うんうんうん、結局処理する作業脳と編集脳で、うん、こっちを使えっていう僕はこっち使えてないなと思ったんですよ、うんうん、処理脳的には僕はまあまあ勝手に言いますけど、うん、処理スピードとか処理何かをこうそれは速度を上げることはできてる感じをするんで、うんうん、この編集脳とのこの切り替え入れ替えみたいなこっち使いましょうみたいなでこっちのこっちじゃなくてこっちですみたいなっていうイメージですよね。うん、だからまずその栄養素を取り出してもらいたいわけです。ん？まあ、これなんですよ。建設的、生産的、アゲマン的って。はい。ただ主婦のその愚痴もですね、まあ中身ないかもしれないんですけど、どっかに何かヒントある場合もあるんです。うん。もちろん聞きたくない場合聞かなくてもいいのかもしれないんですけど、その栄養をどうやって取り出せるかじゃないですか。人間の体もそうですよね。体にいいもので体に悪いものも大体入ってるじゃないですか。はい。少ないかもしれないけど、うん。で、体に悪いものはちゃんと外に排出して、体にいいものを取り込んでくれるから体にいいものなんですよね。うん、だその、なんだろう、栄養吸収能力みたいなものがちゃんとしてればですね、話を聞いてるという話、ね。だから話を聞いてるってそういうことなんですよ。話の中から栄養を吸収できるかってこと。話を聞いてないはその逆で。だいたい話を聞いてないの人はもう初めから栄養がないって決めつけてるんです。
だからその食べ物が話イコール食べ物だとしたときに、そこからその飲み込んで栄養と栄養じゃないものを分けられないっていう、でこれ分けることが苦痛で、あの防御してる場合もあります。あ、だからあれか、その自分の知ってるものしか見なかったりとか。あ、そうそう、だからもうそれだと簡単に脳を使わないで自分が楽しいという栄養は取り込めるわけじゃん。確かに、その栄養って、うん、そう、今の そっか、その自分が楽しいことだったり、まあそれも栄養の一つです、ね。うん、それは全く中身なくてもいいんですよ。自分が楽しいか楽しくないか。あ、だから同じ話しか聞かないとか、同じ人間と酒飲んでしかいないみたいなおじさんいっぱいいるでしょ。うん、それはもうあの栄養の消化とか、その吸収というか栄養を取り込む力がもう雑なんですよ。うん、なんか酒飲んで楽しきゃいいやみたいなだけじゃないですか。うん、栄養素っていっぱいあるじゃないですか。うん、鉄分、カルシウムなんて、うんうんうん、その細かいそのなんかミネラルみたいな、うん、本当は大事だと言われてるミネラルみたいなものを吸収できる力っていうのは、ちょっと頑張ってリーサルウェポンになるしかないんですよ。なるほどですね。それがまあインテリジェンスと呼んでもいいんですけど、うんうんうん、インテリジェンス能力はあの普通の雑な人が取り込めないあのお話の中にある栄養をこう取り込めるという、うん、他の人だったら例えばなんだっけ、ちょっとアミノ酸とかってなんか分解しないとなんかなるんじゃない、違ったっけ、分解しないとなんか お米食べるとアミノ酸って分解なんかされて、なんか違ったこと、あ、そういうことですね。はいはいはい、そうですね。それ分解できないとそのままなんかでんぷんで終わっちゃうみたいな、はい、だからそのちゃんと分解して吸収できる力っていうのがインテリジェンス能力なんですよ。うんうん、そこに必要なのが建設的、生産的、アゲマン的という、まあ、栄養にしなくちゃいけない、うん、まずはだから100人の人、100人中99人の人がうわくだらねえ話って思ってる中、一人の変人がですね、これはなかなかいいヒントだとか思ってなんか新しいことを発明してしまう。だニュートンっていますよね。うん、何の人ですか。万有引力。万有引力、あれ何で発見しました。リンゴです。そって言われてるじゃないですか。あれ100人どころか10万人の人がリンゴが木から落ちるのを見て万有引力を発見できないんです、うん、あれニュートンという変人だからそこから栄養を取って、あれ地球ってって思ったんですよ。でニュートン力学が生まれたと。まあアインシュタインとかもそうです。我々では気づかないところから栄養を取り込めてるから、そのこの世界の原理とか、ね、地球の原理というか物理を、ね、発見できるという音なんですよね。うん、これ今日はこんな感じにしとこうか。なんか最後あったらちょっと言って。それが咀嚼力みたいな感じですね。あ、そうそう、それが咀嚼力です。うん、でもこのあれですね、次回聞きたいのは自分でちょっとやってくるんですけど、うん、栄養素ってじゃあ何なのかっていう、うん、だからその栄養素はもう自分で決めることとですね。あ、そうか、さっきのあの要は仮説、要は問題をどこに置くかみたいな問題ってことですよね。でこれね、成功者からね学ぶの、まあ、ちょっとこれ次回にした方がいいかなと思うんですけど、成功者って我々凡人たちのですね、うん、栄養にできないところを栄養にできてるから成功してるんですよ。うん、まあ、ジョブズとかもそうですけど、うんうん、あいつらを見れば、あ、もしかしたら我々の知らないこのなんとかっていう栄養素あるんじゃねって発見できる、うんうん、あのなんか元素記号じゃないですけど、うん、新しい元素記号を発見したじゃないですけど、うん、だから、まあ、成功者とかを見るとなんか我々が見つけられてない栄養素を見つけてるからこの人こうなってんだろうなっていうのは、うんうん、あのね、ヒントになるんです。だからそこを成功者から学ぶっていうのは大事だと思うんですね。なるほどですね。本当の成功者の学び方です。そうそう、だから成功者と凡人って何かが違うだけなんで、同じ人間じゃないですか。腕2本、足2本なわけじゃないですか。目が3つついてる人いないしとか。で、脳みそも1個なんで。ってことは、ほぼ同じ能力なんですよ。じゃ何が違うかっていうと、多分栄養素を発見できてるか取り込めるかだけでしかないので、そこはもう成功してる人を見ちゃえば、その人は絶対取り込んでるわけですから。うんうん、っていうシリーズをやってもいいかなと今思います、ね。面白い。じゃあこれね、マーケティングにも新しいシリーズができました。まあ、ということでね、今日はこんな感じでしときましょう。はい、okay、です。じゃあ、ちょっと N 座は自分なりにね、宿題を見つけたらしいので、はい。じゃあ次回それを発表していただこうかなと思いますので。お願いします。では。
ありがとうございます。アベンジャーでした。See you.